株式会社 RE 経営の島田です。今回はですね、経営理念のコンサルタントとかいますね、から人事評価コンサルにつなげる秘訣と、経営理念指導大事なんですけども、なかなかこれって続かないよねっていう話です。最近私は人事評価コンサルティングをする場合というのはほとんどが経営理念直結型の行動 KPI 評価というのをやってるんですね。それは簡単に言うと、経営者のニーズがあるからやってるわけです。先月もね、ある加工業でそのコンサルティングで、これ第一件目やったんですけども、この企業は、6月からこれ始まったんですけども、最低14ヶ月間の契約です。で、今後の内容を一応3年程度は多分継続していくんじゃないかなと思うんですね。で、ここも結局その経営理念から入るっていう話に、この、創業者もかなり高齢の方ですけども、非常に納得して、私の方に依頼が来たわけですね。じゃあこの経営理念直結型行動評価型 KPI 人事評価コンサルティング、どういうものか、詳しい内容はね、別の動画にもしてますから、ちょっと、この経営理念との兼ね合いについてお話していきます。まず第一番目ね、経営理念コンサルや研修ではね、ネクストがなかなかないんじゃないですかって。経営理念というのは心の支えであるし、判断の基準であるし、パーパス経営の根幹です、ね、だから大変大事。また多くの経営者もこの経営理念の浸透を目指しています。またコンサルタントも経営理念の浸透ということを言う人多い、ね、でしかし予算をかけて、例えばいろいろな形、コーポレートアイデンティティやってみたいとか、ね、なんかいろんなこうツール作ってみたいとか、ホームページ変えてみたい、金かかってます。しかし結果は出ませんよね、すぐには。そういう効果が即出るようなもんじゃないじゃないですか、経営理念っていうのはね。もっと言うならば、鼻から答えの出ないコンサルティングなんですよ、この経営理念っていうのはね。なぜならば経営理念っていうのはどこまでも抽象論ですし、検証しづらい。で、問題はその経営理念からね、じゃあ終わった、作って数ヶ月間で、数百万か1000万のお金もあって、ね、であとはその確認のために派生する研修を年に1、2回する程度でしょって。だから形ができても効果や検証は難しいです。だから飽きられるのが早いコンサルティングでもあるんですね、この経営理念というのは。だから経営理念コンサルから派生型の提案がない限り、ネクストが生まれないですね。経営理念からね、継続コンサルになりたければ、その早道が人事評価コンサルです。実際に多くの、経営者はどうしたらその作った経営理念が浸透できるのかなということに思ってます。そしてそれは人事評価の統一性が一番近道じゃなかったのかなってみんな思ってます、多くの方が、ね、経営理念を声高に叫んでもね、朝礼で昭和したって根付くもんじゃないですよ、ね、それよりも経営理念に沿った具体的な人事効果だったらば、毎年、ね、例えば賞与の評価項目でも年に2回毎回見る機会があるわけです、ね、その企業オリジナルの人事評価の作る可能性高くなってくるわけです、高くなってくるわけですね。だから経営理念コンサルの問題は、経営理念だけで終わらせるから、ね、単発で終わっちゃうんです。じゃなくて、せっかく聞いて、ね、そういう開いた経営者のニーズを聞いたわけです。だからその経営者のニーズや将来の希望が目の前にあるのに、それをすくい上げることができないのが経営理念コンサル。だから経営理念コンサルから月次継続契約に展開したいならば、親和性が高くて経営者の思いも具体化しやすい人事評価コンサルティングを即提案すべきですよ、そういう勉強しましょうねということです。経営理念からね、まずやってほしいことは行動規範作りです。これも他の動画でも話したんだけど、ちょっとか、繰り返しになりますけどね、経営理念というのはもともとは抽象的な概念です。だから精神論なんですよね。でまずその経営理念の解説をします。その経営者や役員から、この経営理念の書かれたワードがありますけど、一つ一つこれどういう意味ってことを聞き出しながら咀嚼していくんですね。でそれが終わると、この経営理念の意味をもう少し掘り下げた行動のイメージ、考え方の基準につながるのが行動規範と言われるものですね。この行動規範を作る前に、その企業の、必要カテゴリーをあらかじめ決めてみます。その目次に沿って、その経営理念に沿った、行動規範を伏せているわけですね。で行動規範を見ると、人物金管理または営業製造技術、総務経理、物流開発、店舗、
こういうのをもっと詳しくその経営者の意図が見えてくるわけですね。まあこれは今概念の私言ってますけど、多分実物を聞いた方がイメージ湧くでしょうね。これはまあそういうまた RE 島田塾ではこれやってますけども、今目は行動規範から職種別の求める人材像を作ります、ね、行動規範ができたらば、では各営業マンとか工場製造員とかあれそういう人間の職種別の求める人材像を作るんですね、箇条書きで。でこの求める人材像は経営理念行動規範という流れから来てますから、あの経営理念に直結してるわけです。でこの求める人材像で大事なことは、取ってつけたような人事評価者よりも経営理念から生まれた求める人材像だよと、これだから説得力があるわけです。経営者とか幹部の真理はないということですね。まあ10個ぐらいが妥当ですね、人の職種で。その職種別人材像作りから職種別の人事評価基準を作るわけですね。まあここではね、例えば求める人材像がありました、その項目から具体的な行動に分かる評価項目設定を行います。必ず固有名詞でやるようにします、ね、予想ないわけです、その会社しかない評価人事評価基準なんで。で職種別人事評価基準ですから、その部門固有の行動が明記される。例えば営業なら営業、製造なら製造ね。無論人事評価項目には共通の求める人材像をします。例えば営業マンでもない工場員でもない、で我が社共通の人材、これも当然項目としてあります。その項目における評価基準も当然作っていくわけですね。で職種別人事評価基準作りから次は採点基準を作りますと。まあ職種別の人事評価がね10個20個できたら、それぞれに各採点の基準表、5点はこんな人、4点はこんな人、3点はこんな人っていうのを項目別に細かく作っていく、大変なんですけどね。でその項目を作るときに、例えば3点ってどんな人って言うと人と名前を入れます、ね、4点とは2点とはとかですね。で問題は5点満点なんですけど、3点というのを可もなく不可もなくという考えじゃなくて、3点というのは普通に良いという意味なんですよ。例えばある人普通に悪いとは言いませんもんね、普通に良いというじゃないですか。だから3点というのはちょっといいというイメージですると分かりやすいですね。まあ各10項目あったならば、まあかける5個とかね、それぞれまあ5個かける5章250ぐらいの枠の採点基準書が出る。これは結構大変なんですけども、まあ私どもは私がその聞きながらヒアリングしながらパソコンエクセルに打ち込みながら作っていきます。だから人に任せません、任せるとできないからね。でもう一個ね出てくるのはこの出来事評価作り。人事評価は主に賞与に使いますので、したがってこれらの人事評価基準だけじゃなくて、この査定期間の良かったこと悪かったことも評価項目に入れます。まあこれもそのフレームがあるんですけどね。そしてまあそれぞれ最終的にはあの SABC で SABCD って一般で言うんだけど、今は B を3段階に分けてます。 B プラス B、B マイナスって。そうするとほとんどは A から C で終わるんですね。 S と D めったないから。そして今度は候補者訓練と人事効果調整会議に入っていくと。でこれはまあ、人事評価がすぐ形骸化する理由というのは、各部門長の評価点平均をそのまま事務的に反映させると。でこれがそのダメだということで使わなくなってくるんです。だから形骸化と。だって甘い部門長の下では、ね、A とか B プラスばっかりになるし、で厳しい部門長では B とか B マイナスばっかり。もうばらつきあるんですよ、人間のね。さらに悪いことには、この甘辛調整や評価のおかしい場合、鉛筆なめなめで経営者とか総務長が勝手に変えます。これがまた形骸化するんです。で点数つけた幹部は知らないところであの部下の評価が上がったり下がったりしてるわけですね。なぜならば部門長には評価結果の説明責任が本来あるんです。点数つけだけつけて平均点は 3.5 点とまあまあ高いのに、君は今回 B マイナスねってどうやっても納得できませんよね、これはね。ですからまあ我々は昔から人事効果調整会というのを作って、最初はコンサルタントがヒアリングしながら主導的に議事録を取って、これを横で見てもらって、次ね2年目からあなたが、ね、部長事務長やってね、総務長やってね、営業部長やってねっていうふうにこう回していくんですね。まあ詳しい進み方はこちらの方にもあのいろいろ書いてますんで、
で、これらの一連の、ね、流れの最初に来るのが経営理念コンサルティングなんですね。で、この人事評価の部門に入れば、候補者訓練でも人事効果調整会議でもね、毎年複数回のコンサルティング機会が生まれるわけです。ちなみに弊社の場合は、その人事評価コンサルティングした後もね、調整会議や職能判定調整会議など年3回、それ以外にもいろんな提案を込めると、やっぱり最低3年は継続する月次協力策と。特に医療福祉なんか多いんですけども、特に医療はね、3年4年が限界ですね。さすがに10年というのは少ない。まあ、企業だとね、これは10年になっちゃうんですけどね。はい、8月17日の RE 島田地区では、この中身とノウハウを詳しくお話しする予定なんで、ご希望の方はね、一つ参加してみてください。はい、ということで今日はですね、経営理念コンサルから人事評価コンサルに入りましょうねという話でございました。はい、では以上です。